結果がね、あまりこう明快じゃなかったんで今夜はコメントが独特、宮崎哲也さんこの犯人が宗教偽星っぽいですねはい、こんにちは、ひろゆきですというわけで、今日は宮崎哲也さんに来ていただきましたよろしくお願いしますどうも、宮崎です三回目になりますね、これでそうですね、なんか三回目、あのひたすら雑談をするっていう感じですけど <laughs> なか社会情勢的なテーマを使うという体にはなってるんですけども。はい、うん。あの、でもあんまり社会情勢に直結したような話はしてないような気がするんだけど。<laughs> まあなんか、ちゃんとした話を深く話そうとすると、割とその、表面的な社会情勢の話はなくなっちゃいますよね。そうそう,そうそうそう。で、それでいいんだと思いますけどね。<laughs> そう。うん。そういえば、あの、宮台先生刺された事件、どう思いました いやなんか、よくわからない、こう、ちょっとさ、こう、あのー、結果がね、あまりこう、明快じゃなかったんで、うん、な,なんか、後味がね、答えわからないまま、ふわーっとしてる、ね。そうそうそう、終わってしまったら、一体何が動機だったんだろうとかね。うん、まあ、ちょっとあれだったね。うん、なんか、なんか一応その犯人が宗教偽世っぽいですよね。 あそう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 えっとある宗教にお母様がお母様かなあの親がある宗教に凝っていてそこのこう会場みたいなのを集会場みたいなものがあのこの方の離れになっていたとかっていうような話を聞いたことがあるけどいやだから何かそんな話が変わっ宗教二世だということが 宮氏をこう襲うことと何,何の関係があるだか,から宗教二世問題で統一教会の話とかが、まあ、あの去年は結構騒ぎになったじゃないですか。うん、で、今回もその割とカルトと言われる系の宗教ではあるじゃないですか。ね、<laughs> だから、あれで宗教二世問題の話またなるのかなと思ったら全然ならないですね。うん、それは多分ね、同期形成と宗教二世であることが直結しないというか、よくわからないから。 みんな慎重なんじゃないですかね。あかねまあ確かに犯人亡くなっちゃうと、<laughs> まあ、その、ああいうことをするようなおかしなことをする人はきっとおかしなし、そのまあ、家庭環境が原因なんだという予測は立つんですけど、実際それが本当の原因かというのは本人から聞かなきゃ正面難しいですよね。それはさ、こう、宗教二世に対するこう差別につながったりする可能性もあるわけじゃないですか。うん、だからまあ、 まあこれをふかふ、あんまり深掘りされないのは当然かなという気はしますけどね。まあでも、その、その宗教って、あの、子供が手術するのを輸血するんだったら手術させねえとかっていう、ある種の児童虐待をする宗教で、はい ええ、僕の住んでるフランスだとカルト側に割り当てられてるんですけど、でもなんか、ええ、やっぱその子供が大怪我して手術しなきゃっていう時に輸血するんだったら手術なんかいらねえよって親の権限で言ってしまって、子供の命を失われてしまうって、やっぱり僕はちょっと宗教としては一線超えてんじゃねえかなと思う。私もそう思いますね。だからアメリカのね、あの医療ドラマ見てると、この問題はね、必ず出てくるんだよ。でそれをどうするかっていうのは、 まあ、あの、結局、あの、病院側が、これは一種のこ、こう、自動虐待のようなものだというふうに認定して、やらせるというのは最近の、輸血するっていうのは最近の傾向ですね。日本も一応じゃそういう形になるんですかそれはわかんない。日本はどうなってるのか。なんか、昔一回事件になって大騒ぎになりましたけど。なりましたね。でもなんか、その後あんまり聞かないのは、そういう2世の人が手術になってないのか、 医療現場で輸血 OK になったのかどっちなんですかね。いや、そこはわからないな。でも、うん、あの宗教は輸血は絶対に少なくと、と親御さんは拒否だはず、拒否するはずですよあ、そうですよね。なかごじご自身がね、ち、血をもらいたくないというのは、これ自己決定だから、うん、それはそれでいいと思うんだけど。うん、子供はね、どうなんですかね。うんうん だからその子供に影響を与えし、だから僕はあの子供をにヴィーガンを強制する親もどうかと思う派なんですよね。うん、だからその 大人になって、別に俺はこの栄養素いらないよ。もう好きにすればって話なんですけど、やっぱ子供の成長過程において、タンパク質重要だよね、とか。うん、あの、完全ビーガンで成長しようとすると、やっぱ DHA とか、なかなか取れない栄養があるよね、みたいなのがあるので。なので、なんか子供にそのビーガン、ベジタリアンを強要するのもいかがなものかなと思うんですけど、でも、れは、ねうんね…宗教2世問題って本当に実は厄介なところがあって、宗教っていうのはね、こう、うん もうアイデンティティの根幹を作るわけです、その宗教が。<laughs> その信じてる人は。うん、そうするとさ、あのー、まあ、教育だって、その宗教の教義にのっとったものにしたいというふうに思う親を、親は、その、ビーガンであれ、うん、あの、んであれ、あの、u k 拒否であれ、うん、それを拒,拒否できるのか あるいは、うん、あの、当人が拒否したいと言うんだったら、子供自身が拒否したいと言うんだったら、ともかくとして、その子供自身も信じていた場合、うん。親の影響で。はいはいはい。それは厄介な問題だと思いませんうん。だから子供の自己決定権っていうのも、その、親がおかしな洗脳をして、それが正しいと思っちゃった時の自己決定権ってあんまり意味ないじゃないですか。 うん、でもそれをさ、区別することってさ、そうね、正しい自己決定と歪んだ自己決定っていうのを区別するのってすっごい難しいじゃない <laughs> うん、で、しかもその、じゃあ、日本の教育は、まあ日本の教育は今現在いいんですけど、すごい特殊な国で教育自体がおかしなことを教えるみたいな。例えばアフリカ諸国とかだと、もうあの、テロリストを育てようみたいなのをテロリストが学校にその手を出して、その、あいつらの国の人を殺すのが俺たちの民族としての生き方なんだみたいなことを教えちゃったりするわけじゃないですか。うん、そうすると、教育を受けるということ自体が実はおかしな思想を植え付けられるということにもなるわけで。 まあ、教育っていうのはある、ある意味では、こう、洗脳の側、すべての教育は洗脳の側面というのは避けがたいので、そういうことも起こってくるわけですね。うん、なんかそうするとなんか 子供の自己決定権も難しいし、じゃあ、その、おかしいと言われる親が子供にそれを共有するのも良くないし、でも、国自体がおかしなことをしている場合は、それも共有するのが良くないので、そうするとなんか、答えがないからご自由にどうぞっていう、なんか、ふわっとした回答になっちゃうんですかね。まあ、ふわっとしたというよりも、まあ、あんまり関わりたくない、無責任な <laughs> 回答になってしまいますよね。<laughs> だから、粘り強く説得するとか、うん そういうことは必要なんだと私は思いますけどね。うん、だからそのス、スポーツとかも結構危ういもんで、その子供のうちに勉強を全くさせないでスポーツをさせて成功した人って日本に結構いるじゃないですか。あの、ボクシングで成功された方とか。はい、かつてはね、将棋がそうだったんだよ。ああ、はい。確かに将棋もそうですね。将棋もそうじゃねえ。え<ロ>、はいはい、はい の、あの、まあ、もう学校とか行かないで、ずっと将棋ばっかりやって,て、うん、歌舞伎もそうだったんだ、かつて。今、今でこそこう、うん、大学卒の歌舞伎役者の方が増えてきたんで、昔はね、歌舞伎はね、歌舞伎なんかね、学校なんか行くもんじゃないって言われてたんですよ。子供の頃からですもんね。 そう。だそういうことがあるんだよね。うん。だから、それがその、成功例を見て、あ、それもありかなって思うんですけど、成功例一人の下には、失敗して何にもなりず、教育も受けられなかった人たちっていのがいるわけじゃないですか。あ、そうそうそう。だから、それはさ、奨励会、あの、将棋の奨励会でさ、うん、こう落ちていった人たちっていうのは、走行の問題業 あの如実にかん感じてると思うよ。うん。なんか、地頭良くて、将棋は上手いけど、<う>学歴のない、社会性のない人っていうのが出来上がる。で、で、しかでまあ、社会性がないかどうかともかくとして、うん、そういう人が、まあ、どんどん上に行くんだったらいいけれど、奨励会の途中で、こう、あの、行き詰まってしまって、退会しちゃった時にどうするかっていう、うん、そういう問題だよね。だね、こう、実はね、宗教二世問題って、 私は根が深い、かなり根が深い問題だというふうに思っているんですよ。うんうん、で、あの、こう、簡単な解決というのは、まあ、当人がとにかくこう、被害感情を持っていて、うん、例えばこう、親にこう、宗教二世で、こう、虐待されたというような被害感情を持っている場合には、ともかくとして、うん、あの、そうじゃない場合で、の人たちをどう救うのか、っていうのは、 結構難しい問題だと思うな、うんうん、なんかその、正解は分かってるけど、社会の人の、その、一部が理解をしていないので、そちらに進めないというパターンと、誰も正解が分からないから、どうしようもないよねっていうパターンでいくと、なんか宗教理性問題は、その、誰も正解を知らないから、こうした方がいいよって、誰も断言できないっていうことなのかなあそうそうそう。フランスとかどうなんですかそこら辺は。あだからフランスの場合も、その、子供に直接、その、あの、 宗教的なことで教育受けさせないとかやると、その宗教自体がもうセクト認定されちゃうので。ああ、なるほど。なので、で、一応その、政教分離をめちゃめちゃ厳しくしてるので、本来であれば、公園とか広場に、あの、十字架とかつけて入っちゃいけないんですよ、ね。あそう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 。だからほら、いつもさ、ヒジャブって、あの、うん を僕は問題なんだよ。で<も>十字架もダメなんだよね、あれ、うん、は。つまり、はい、あ,あらゆるこう宗教の、こう、調表みたいなものを持っているのは、よくなあの、ダメだというのが、いわゆるライシテっていう、うんうはい、宗教っていう、あの、フランスの原則ですよね、うん。その宗教的シンボルは、その大衆、その公共の場に持ち込んではならないっていう。そう。 なので、その、キリスト教的なものも持ち込んじゃいけない、ね。そ<う>まあ、イスラムの持ち込んで、よくトラフルになるんですけど、キリスト教はもう分かってるんで持ち込まないんですよね。持ち,よ持ち込まないんですよ。うん、だからさ、そういった意味ではね、あの、徹底して、フランスは最も徹底してると思う、そういう意味では。うん その辺のなんかあの異常な合理性はあるんですけど、ただ言う,言うてもみんなフランスはそのキリスト教徒的なものがあるし、教,教会的なものがいっぱいあるから、からね、言うてもやっぱ建物にその十字架どう考えてもそれどっからで見えるんだからっていう。その問題はあるよね。その問題は。だから完全平等無理なんですよね。<う>とはいえまあ一応あのフランスの場合はその宗教とは分離しよう